皆さんこんにちは、私は大阪、日本の大阪にある関西外語専門学校から来ました金岡と申します。簡単に今学校の特徴を皆さんに紹介したいと思います。私たちの学校は関西外語専門学校という学校です。歴史が長くて1967年にできました。でこの建物ですね。で授業がですね、1日5時間ありまして、朝9時から2時40分まで授業がある全日制の学校です。でですね、あともう一つ最後になるんですけど、特徴が国籍比率、台湾から来ている学生さんが一番多いです。もう今200名近くいますね。で他には、韓国であるとか中国大陸で、香港、マカオ、タイ、ベトナムで、あとは母国語が英語の国の方々もたくさんいます。で今だいたい400名ぐらいの学生が一緒に日本語を勉強しています。よろしければぜひ関西外語に遊びに来てください。ありがとうございました。